Suzuki Kimiyoshi, harcművész, a Shinbukan Dojo Klub alapítója.剣は鋭く、気は丸くというのは、私が考えた言葉です。という、この剣というのはもちろん持っている、刀のことですね。それで、鋭いというのはとてもシャープのということです。ですから、とてもよく切れる刀というのはとても危険なものである。それを持って稽古をするということなんですけども、でも気持ちはとても、平和に、静かにな気持ちで稽古をしなさいという意味です。はい、その気は丸くという、言葉は、丸というのはこう円のことなんですね。角がないんです。角があると人とぶつかります。でも丸はぶつかっても回転します。ですからいつもハーモニーがあります。そういう意味です。はい、ですから、単に剣術の稽古、武道の稽古だけでなくて普通の生活でもそれは大切なことです。よく私は稽古の時に、言うんですけども、剣術でも柔道でももちろん他の、スポーツでもそうですけど、相手がいます。私がいて相手がいます。相手に勝つことが目的ではないんです。自分に勝つことが目的なんです。